はい、どうも、ギタープラネットハイのフラの松本です。入荷がございました。はい。めっちゃ書いてございます。トマンダーソンギターワークスが入荷いたしました。いやー、この新しいロゴ入りケースいいですよね。いやー、もう全メーカーやってほしいぐらいです。はい。それでは開けていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。オープン!うわ、かっこいい。エンジェル。いやー、いいですね。かっこいいですね。はい。よいしょ。はい、ちょっとこれ邪魔なんで取ってしまいます。いよいやーうーん、わ、マホガニーバッグでございます。木目いいですね。いいですね。はい。トマンダーソンギターワークスエンジェル。こちらはフレームメープルトップですね。こちらお色はタイガーアイでしょうか。はい、私がアメリカの工房に訪れた際にですね、はい、選んできたトップ材を使った一本になっております。いや、いいですな。いいですな。タイガーアイでマホガニーバッグはね、やっぱり独特のかっこよさがございます。スペックを見ていきましょう。ほい、トマンダーソンギターワークスモデルはエンジェルでございます。24フレット仕様のドロップトップといったですね、フラッグシップモデルになっております。お色はタイガーアイウィズバインディングでございまして、なんでしょうね、淡い茶色というか黄色というか、まあ、その全部が混じったようなカラーなんですけど、まあ、名前の通りですね、宝石のタイガーアイによく似た、お色味になっております。ボディはフレームメープルトップのマホガニーバッグになっております。こちらトップ材は私がアメリカで選んできたバッキバキのフレームメープルで、バッグはマホガニーになっておりますが、マホガニってやっぱりこうナチュラルのね、お色味が結構ね、かっこいいと思うんですけれども、トマンダーソンナチュラルバッグめちゃめちゃオプション高いので、今回はトランスペアレントライトブラウンバッグにしております。マホガニーですとね、ほぼ色変わんないんで、まあ、ナチュラルみたいなもんでしょっていう感じです。はい。ネックはメープルで、指板はローズウッドになっております。25.5 インチロングスケールを採用しておりまして、ヘッドは今回、ブラック。はい、ブラックを合わせております。ナットは 1.8 分の5インチ細いタイプで、ヘビーフレット、ちょっと大きめのフレットが採用されております。ネックシェイパーはイーブンテイパープラス 0.03 インチで、通常のイーブンテイパーですとちょっと V っぽい感じになるんですけれども、この厚みを増したオプションにしますと、こう、綺麗な程よい C シェイプになるような印象でございます。どなたにも馴染みやすいネックシェイプになっております。ハードウェアクロームでヴィンテージトレモロとロッキングチューナーを採用しております。ピックアップは HSH の配列になっておりまして、フロントから H1-SA1H2+ という組み合わせになっております。コントロールはボリューム、トーンと、まあおなじみのスイッチルーですね。はい、それぞれのピックアップをもうお好きに並び替えて使えるというですね、非常に幅広いサウンドメイクが可能なコントロールになっております。全体を通してですね、まあ私が選んできたトップ材と、お色味の組み合わせが非常にかっこいい一本になってると思います。いかがでしょうか。タイガーアイかっこいいです。非常にかっこいいですね。はい、ブラックヘッドでございます。よいしょ。いや、このタイガーアイっていうのはですね、やっぱりこのなんて言うんでしょうね、茶色と黄色の間というか、まあなんて言うんでしょうね、やはり木目がかなり際立つカラーなんですよ。はい、こんな感じでフレームもね、なんかバッキリなっておりますが、いいですね。
いいですね。タイガー愛はマホガニがよく似合います。ここのね、ここですね。はい。この感じの境目とかね、すごいいいですね。いや、かっこいい一本になっております。こちらは私が、アメリカで選んできたトップ材を採用したものになっております。いやー、あんまりね、行ける機会ないんで、ぜひぜひ、ご検討いただければと思います。本日から店頭展示開始いたします。気になる方はお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。